Advanced Car Culture。 皆さんこんにちは。ブラーバ名古屋店長の阿部と申します。今日は、この店舗のご紹介と、我々がどういった車を取り扱っているのかっていうそういったお話をさせていただければというふうに思ってます。まずですね、このブラーバっていうブランドについての説明をさせてもらえればと思うんですけれども、もともと弊社がクールグループって言われるグループを展開しておりまして、もともとはローダウンのカスタムカーですね、エアロパーツを自社製造して、車高を下げて自社オリジナルのアルミホイールを履かせてコンプリートカーで販売するというふうな、商品展開をしていたグループなんですけれども、その、グループで培ったエアロパーツの製造のノウハウであったりとか、造形技術、そういったものを生かして、車の外反を丸ごと、作り変えてしまうと、まあ、そういうふうな全く新しいデザインを持った車を世に展開をすると、そういうふうな新たなコンセプトでグループの中で出来上がったブランド、それがブラーバというブランドになっています。でこのブラーバ名古屋という店舗はそのブラーバブランドの車をですね、専売で販売する旗艦店として2023年の6月に愛知県の春日井市にオープンした店舗になっております。ブラーバブランド自体が今現状日本車として出ている SUV をベースに自社製造のボディキットを使って先進性であったりミリタリーテイストを感じられるようなデザインに作り変えるというふうな車になっておりますので、この店舗に関しても黒とグレーを基調とした非常にシックな店舗を構えております。で四駆並びに SUV をベースにした車種展開になりますので、そういった雰囲気を感じられるような人工芝のゾーンがあったりとか、そういった形で、まあ、アウトドアの疑似体験をしながら楽しく過ごしていただいたりですとか、あとはですね、店内にショールームに車が4台入りますので、ブラーバの世界観を感じてもらえるようなそういったコンセプトカーの展示も常時させていただいております。あとは自社ブランドのホイールですね、多くのラインナップがあるんですけれども、それぞれ展開をしているホイールがこちら壁際のラックにたくさん展示されておりますので、お車の購入のみならずこういったホイールだったりのカスタマイズを検討のお客様もゆっくりご自身のお車に合う商品を選んでいただくことができる店舗になっております。続いてブラーバブランドで展開をしている車についてコンセプト化を見ながらご紹介をさせていただきたいと思います。今現在ブラーバブランドで展開をさせてもらっている車車種は3車種ありまして、こちらラブ4をベースにしたブラーバマーズ、これがブランドの第1号車になります。特徴として言えるのはフロントフェイスはヘッドライト、フォグランプを除くボンネットからフェンダー、バンパーまで、全ての外板をオリジナルのボディキットに換装しております。それによってラブ4からは大きくイメージチェンジをした非常に力強くてスタイリッシュな、フロントですねの印象を手に入れた車になっています。他にもボディのサイド、外板を少し拡張するパネルを装着したりですとか、リアに関してもバンパーからバックゲートまで、オリジナル造形の外板に交換をすることで他のカスタムラブ4とは一線を画した非常に個性的で力強い印象の車に変わっております。続いて2車種目紹介させていただきます。2車種目はシリーズ初のミニバンですねになりますデリカ D5 をベースにしたブラーバオーカス、
こちらもブラーバーブランドの特徴であるこのグリルデザインであったりとか、あとはボンネット、バンパー、ロアバンパー、こういった部品をオリジナルデザインの弊社のパーツに交換することで、こういったライト類の D5 の特徴はそのままに、通常のデリカ D5 とは全く違った印象の車に生まれ変わっています。こちらのブラーバオーカスの特徴はこのボディサイド、通常のデリカ D5 からオリジナルのボディキットを使うことで非常にワイドなシルエットを手に入れた車になっています。フルサイズミニバンをさらに拡張したデザインになっているので、街中を走っている際の迫力であったりとか存在感、これをひときわ強調してくれる、そういったデザインのボディキットになっています。続いて3車種目紹介させていただきます。こちらスズキのハスラーをベースにしたブラーバイオという車になります。ラインナップ初の軽自動車ということで、先代2車種に比べてハスラーの純正の特徴を生かしながらオリジナルのアイテムを多数装着することでブラーバの世界観を表現した車になります。乾燥している外板パーツは他2車種と同様で、ボンネットもオリジナルになってますし、グリル、あとはこちらバンパーですね、この辺りもオリジナル造形のパーツに変更されております。そしてこちら軽規格はそのままに、車両のサイドに立体感をつけるようなフェンダーのキットであったりとか、こちらですね、ブランドロゴが彫り込まれたドアのロアパネル、こういったアイテムを多数装着することで純正のハスラーからより未来的でミリタリーテイストもあるような、そういった特徴的な先進性を感じるような車に仕上がっています。今ご紹介させていただいた3台の車、これはブラーバブランドの世界観を大きく表現するためのコンセプトカーとして、たくさんのショーに出展をさせていただいた車になるんですけれども、実際、市販として、販売をしているブラーバブランドの車をですね、今回はユーザーさんのお車をお借りして紹介させていただければと思います。それがこちらブラーバイオになります。装着されているエアロパーツに関してはコンセプトカーとラインナップ変わらないんですけれども、異なる点としては、純正のボディカラーで製作をしていること、そして足回りに関してはこちら弊社オリジナルの DW01 15インチのアルミホイールに16号サイズの東洋のオープンカントリータイヤ装着をして、より実用性とスタイルを純正から磨き上げた仕様として販売しております。そして装着される足回りのパーツは AC 審査のイージーアップキットを使っておりまして、純正から自然でバランスよくかつ程よいリフトアップ量でスタイルアップも図ると、そういった仕様で今回仕上げさせていただいたお車になります。スズキのハスラーに関しては非常に人気もあって、市場でもかなり売れている車になるんですけれども、そういった車の中でこのようなブラーバイオ、非常に個性的で特徴のある車になっているので、ぜひ自分だけの1台が欲しいよというお客様、非常にぴったりな車だと思いますので、ぜひですね、ブラーバ名古屋までお問い合わせをいただければと思います。そしてブラーバ名古屋の取扱車種なんですけれども、今ご紹介させていただいたブラーバブランドの3台に加えて、クールブランドで展開をしている四駆の並びに SUV、 そういった車種に関してもブラーバ名古屋で取扱をしております。ブラーバブランドに次いで今非常に人気があるのがこちら、クールレーシングのコンプリートエアロキットをまとったジムニーシエラになります。ジムニーシエラに関してはショートバンパーとディフューザー、そしてグリル、あとはリフトアップキット、そしてアフターパーツのルーフラックやリアラダーなどを組み合わせて
クールブランドらしいスポーティーさ、こちらも合わせ込んだコンプリートカートすることで非常に個性的でかつ走行性能も担保したコンプリートカーとして購入をいただくことができます。ホイールも弊社オリジナルブランドのベルズホイールからリリースされるクロス6というジムニーシエラ専用のホイールを装着しており、こちらツインスポークの形状になっており、外側のプレートに関しては着脱が可能になるので、ご自身のお好きなカラーに変更して乗ったりとか、気分によってこのプレートの色を変えたりとか、そういう新しい楽しみ方ができるホイールになってまして、非常に人気があるものになります。ジムニーシエラの構造的にここのスポークの落とし込みも非常に深く作れるので、デザイン的な立体感も強調できて、非常にシエラにも合う、ホイールになっています。こちらに関しては、新車の取り扱いもできますし、中古車をベースにした即納のコンプリートカーとしても、多数、お車の納車実績がありますので、ぜひ、ジムニーシエラ、購入を検討されているお客様も幅広い相談に乗れますので、店舗の方へお問い合わせをいただけると嬉しいです。ブラーバ名古屋ではご覧いただいている通り、常時デモカーと即納可能な販売車両を数多く展示させていただいております。四駆 SUV を楽しみたいな、購入を検討されているようなお客様は、ぜひ店頭にお越しいただければ、当店スタッフで、いろいろな相談に乗らせていただくことができます。また、自社商品として扱っているコンプリートカーはもちろんなんですけれども、お客様のお好みに合わせたカスタマイズ内容でお車をオーダーカスタムとしてお作りすることもできますので、ぜひ、こういった車を作りたい、こういう車に乗りたい、そういう理想を当店スタッフにぶつけていただいて、お客様のとびきりの1台の製作を一緒にできればなというふうに思っておりますので、ぜひ、お店の方にお越しいただければと思います。